こんにちは、島直香です。今日使っている牡蠣は大月華道さんの牡蠣です。横長な牡蠣です。剣山も横長のを2つほど入れております。はい、島がやさしていきます。今日のテーマとしては混ぜ刺しですよ。はいね、そしてあ、まずい、まだ私この花材の名前忘れてるのよね。なんだっけな、まあいいわ、思い出した時に、言えばいいだけだから。はい、これね、ちょっとね、身の色が、緑からオレンジに変わっていく可愛い花材ですよね。ただね、潰すとべちゃっとなるから気をつけなくちゃね。はい、さあこれで次に何を入れましょうかね。はい、よいしょ、足元崩さないように生きていきますよ。足元が何本もは作りません。2箇所ね、ググッとした感じで2つにまとめていきます。はい、そして、ここにすごいんですよ、これダリア、真っ白、もう圧がすごくてすごくて、私を見てくださいって言ってるでしょこれね。ちょっと背景がベージュなんでいまいちちょっと分かりにくいんですけど、あの花材入れていったら多分よく分かってもらえると思います。はい、綺麗でしょ、まん丸、すごい美人さん。はい、そしてこれね、洋州山ごぼうだっけ、合ってるよね、山ごぼうね、はい、入れていきます。はい、まだね、実がね、こうガチッと大きなのはできてないんですけど、ふわっとして感じで、あの軽い感じなんで高く入れるのに抵抗ないですね。はい、あた、剣山しっかり刺してなかったんですね、申し訳ない。しっかり刺します。はい、両手でしっかり刺しました。はい、はい、山ごぼうを入れていきますよ。ね、この山ごぼうって日本画描く時の絵の具の材料になるんですよね。あの知り合いの、日本画なさる方がなんか植木鉢で管理してるんですよって言ったのを覚えてます。はい、ダリア入れていきました。さあそして、お待たせ、うちにあるアジサイガンガン使っていきますよ。可愛いでしょ、ちょっとね、真っ白じゃないの、薄いブルーが入ってるんですよこれね。あのミョウバンつけ、中の綿を取り除いてこうミョウバンつけてちゃんと自分で水揚げするとね、日持ちもするし、こうやって使えるし楽しいですね。ね、綺麗でしょね。あの雨の日もう今ね、松山すんごい雨降ってるんですよ。まあ降ったり止んだりなんですけどね、雨の日に、雨を意識したような感じの作品ね。まあ実際行けたら雨を意識する作品にはなっちゃうでしょうけどね。まあでもあのあまり色味のこう濃いのは使わずにね、爽やかな静かな雨の雰囲気を感じれる、感じていただけるような作品に仕上げたいと思ってます。はい、どうでしょう、こんなところです。はい、はい、ね、あの島谷のゆったりした線と山ごぼうのこうくくっとしたのがいい感じで出てますよね。そしてね、このやっぱりダリアよね。そしてこの実物、そしてアジサイの薄い紫からブルー、綺麗な感じ、雨をイメージしていけたらこうなりましたっていうな作品です。どうでしょう、はーい、ね、皆さん今日も私にお付き合いしてくださってありがとうございますね。混ぜ刺しです、雨を意識した作品です。はい、ゆっくり見てくださいね。いろんな角度から撮ってます。はい。今日もありがとうございました。